松平慎一は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。藤井松平家思祖松平年長の長男。神は、十四した伊豆守。藤井松平家二代当主。松平清康のいとこ。早くから徳川家康に仕え、永六元年の終わり国の北東部にあった、品濃の城への野州船に加わる。 ここで織田方の将子らを54名を討ち取り、三河、尾張両国にその名を轟かせた。A66 年、三河一向一騎鎮圧戦でも活躍。この時の働きを家康から称されている。A61 年、織田信長が足利義明を奉じて上落する際に、援軍の将として派遣され、9月12日の観音事情の戦いに代表される対六角市戦で、 三つくり攻めにて、本丸一番の折を果たす先行を挙げ、信長からも称された。天正三年、東都海国巣は元の戦いに参戦。天正十八年、家康の関東国替えにより、下佐国深川に五戦国を与えられる。慶長五年、関ヶ原の戦いでは、江戸崎にて、佐竹義信の動向に備えた。その先行により、戦後、 北地国土浦藩の初代藩主となり、三万五千国の所領を与えられた。着難、旧姓がすでに没していたため、慶長九年、桜井松平家から新吉を養子に迎えて、家督を譲った。寛永元年、新吉の放置の丹波国志の山城で死去した。ありがとうございます。